ゃあ転嫁時期が遅い。おはようございます。あんまりもう、いいっすね。おー。まあ、早く回らない。Let's go!
見て、外セッションイン、セッション8です。セッション7で4点差をつけましたトニーボーです。ここは足を1個ついた、ちょっと危なかったですね。あえてもうこれ足つきましたね。あれ以上行き過ぎてたら多分後ろにこうひっくり返ってたかもしれない。しかも足覚悟で一回足をつきましたトニーボーです。さあどうだ、マルセル横クリーンを取りましたトニーボー。そのイメージする走りを体現するその技術力、ここまで17度のチャンピオンを獲得している絶対王者トニーボー。さあ1周目のラップ時間12時26分も迫っている。この丸太はうまく越えていった。ちょっとフロント上がりすぎた感じもしましたね。
見て左回りから。おちょおちょおちょ見てるよ。頑張れ頑張れ。いけるか、いけるか、いけいけいけ。選手のプレッシャーというのはやっぱり、さあそして今ガブリエルマスなるかと思いますが、走らずね、皆さんゆっくりご移動をお願いいたします。さあそれでは皆さんご活目ください。17回も世界タイトルを取ってきたこの男、絶景1番をつけますトニーボー。この10セクションは1ラップ目はクリーンをしています。さあ軽々と超えていく、そのパワフルなこのモンテサのマシンのエンジンサウンドがこの自然の地形の中で響いていく。あ、ここもコンパクトに曲がっていきますね。そうですね、このトニーボー選手はもう圧倒的な点差をつけて1ラップ目2ラップ目まとめてきています。あとはいえしっかり集中を作ってミスのない走り。さあ武田選手からもね、先ほどとにかく足をつかない、足がつくと減点になってしまうんだよというね、そんな解説をしてもらいましたが、さあ美しい弧を描いて岩の上上がっていきました。さあそしてこの下りなんですが、さあダイナミックにリアタイヤを落として、そしてもうこれ落ちてるのと変わらないぐらいの傾斜ですよね。ね、さあそこからこの一つ目のステア、溜めて自信がある。完璧ですね、絶対王者トニーボー。10セクションナイスプレー。さあまずはその一つ目、さあ最後皆さん見合わさないでくださいよ。どの辺からちょっとよし行くぞ俺見せてあげようってなりますかね。おー、おー、はい、はい、さあ皆さん、まあね、お客さんが盛り上げてもらえれば、はいはい、そうですね。さあ皆さん